はい、こんにちは、ペンタル山崎です。今日の動画はですね、中古の革靴を買うときに気をつけた方がいいポイント、注意した方がいいポイントっていうのを話していきたいと思います。 YouTube 見てくださってる方でも結構中古靴買われたことがある方多いんじゃないでしょうか。ペンタのお客様でも結構中古の革靴購入して、そのまま履いたりだったりとかリペアに出されたりとかするお客様結構多いんですけど、中古の革靴すごいなんかこう需要があると僕も思ってて、僕自身も結構中古の革靴買ったりするんですけど、新品の革靴が値段すごい上がったりだとか、最近あとは現行にないモデルが中古の革靴にはあってたりとか、そういった理由で結構好まれる方が多いんだと思うんですけど、中には中古の革靴いいイメージがない方もいると思います。それは手に取って見れる中古靴だと足入れもできたりとか、あとどこがこうどうとかっていうの見れると思うんですけど、ネットで中古の革靴買われて、例えばサイズ感が違ったとか、ソールが削れてないと思ったら、商品届いたらソールがめちゃくちゃ削れてたとか、思ってたのと違うみたいな感じで中古の革靴にいいイメージがない方結構多いと思うんですけど、しっかり見て押さえるとこ押さえて購入すればすごくいいものだと僕は思うんですよね。サイズに関してはどうしても足入れができないんで、 100% こう絶対いいものが買えるっていうのはちょっと難しいかなと思うんですけど、僕も結構、何足も僕も失敗してきて、最近ではそんなに外れはないかなっていう感じなので、少しでも注意するポイントを皆さんにお伝えできたらなと思って、修理屋目線で今日はお話ししたいと思います。それでは行きましょう。それでは注意するポイント紹介していきます。ちょっとここに台本を用意しております。まず中古の革靴を買うときに押さえたいポイントなんですけど、話せばこれめっちゃ長くなるんですけど、分かりやすいようにアッパーとソールっていう感じでもっとあるんですよ、押さえたいポイント。でもアッパーとソールっていう項目に分けてお話しします。ちょっと初心者向けになると思います。中古の革靴をもう長年買われてるっていう方は、多分自分の押さえるポイントっていうのは絶対何個も持ってると思うんで、これから中古の革靴買われてみたいなみたいな感じで思われてる方はぜひチェックしてみてください。じゃあまずアッパーですね。アッパーってこの上ですね。まず僕が買うときにチェックするポイント、革の状態、これが一つ目ですね。革の状態なんて写真でわかんのかよって感じなんですけど、これも経験って言ったらもうそれまでなんですけど、なんとなく僕写真で、これなんかのクリーム塗ってそうだなとか、例えばオイル塗ってそうだなみたいなのがわかるようになってきたんですけど、説明書きに書いてあるパターンもあるんですよ。例えば週に1回乳化性クリームでケアをしてましたとか、ワークブーツだったら半年に1回オイルでメンテナンスしてましたとか書いてあるパターンもあるし、質問すれば出品者の方が答えてくれるパターンもあるので、例えば何のクリームで磨いてましたかとか、どのぐらいの頻度で磨かれてましたかみたいなコメントすれば答えてくれる出品者の方もいらっしゃるので、そういうのでアッパーの状態っていうのを見ております。で、僕は個人的にクリームを塗ってなさすぎるのはアッパーの状態絶対カサカサになったり乾燥してると思うのでなしなんですけど、気をつけた方がいいと思うんですけど、もう一つ気をつけた方がいいポイントとして、クリームゴテゴテパターン、これも気をつけた方がいいですね。例えばさっき言ったオイルとかを、ないと思うんですけど、週に1回オイルを塗ってましたとか、月に1回オイルを塗ってましたとかって書いてあったりすると、すごい頻度でオイルを入れてるってなると結構ゴテゴテに多分表面がなってるんですよ。ってなるとツヤが出にくかったりとか、革のコシがなくなってたりっていう恐れがあるので、僕はそれちょっとっていう感じですね。気をつけた方がいいなって思うポイントですね。ちょっと写真ですごい判別するのが難しいんですけど、アッパーの状態っていうのを確認します。あとは変にこうツヤが出てたりとか、写真でちょっと分かりにくいと思うんですけど、そういうのもチェックします。2番目、ここ結構重要です。つま先かかとの芯の状態、これはまず革靴はですね、基本的に入ってないものもあるんですけど、つま先とかかとのここに型崩れ防止の芯材が入ってるんですよ。なのでこういうところはプニプニして何も入ってない、芯が入ってないんで柔らかいんですけど、つま先の方っていうのは芯が入ってるんでちょっと硬いんですよね。かかとの方もこの辺は柔らかいけど、ここは芯が入ってるから硬いんですよね。ここの芯材が潰れてないかっていうのはチェックします。例えばブーツとかだと履くときにちゃんと紐を取らずにぐしゃって入ってたりすると、この芯がぐにょって曲がってたりするんですよね。ぐにょって硬いんですけど、思いっきり押さえれば曲がるんで、ぐにょって履くときに踏んでたりすると曲がってたりするんですよね。つま先も例えば誰かに踏まれたりとかでここがベコってなってたりすると芯が潰れたりするんですよね。
で、これをなんで僕が購入しないかっていうと、修理するとき、修理できるっちゃできるんです。できるけど基本的にサクッと直せる修理じゃないので、結構金額がどこの修理屋さんもかかとの交換とかに比べるとかなり高額修理になると思います。なのでせっかく安くゲットしてそのまま履きたい、ちょっとリペアして履きたいっていう方には、つま先の芯材が潰れてたりすると高額修理になるので、中には修理をしないお店もあるので、僕のお店も基本的にあまりカウンター交換とかつま先の芯交換っていうのは基本的にやってないので、どこの修理屋さんでもできるっていう感じの修理ではないので、僕はここは結構チェックしてます。かかとの芯材とつま先の芯材、ここは見た方がいいと思います。ぐにゃって踏まれた感じがないか、型崩れしてないかっていうところと、つま先は多分結構分かりやすいと思います。つま先が潰れてないか、ここは要注意して見るポイントです。そして3つ目、履き口ですね。この履き口の辺ですね、これちょっとこのカウンター、さっきの芯材のところにちょっと通ずるものがあるんですけど、この履き口のところが切れてないか。よくあるのが紐をほどかずに履いてる方とかだと、足を入れるときにここをグニュって踏んじゃったりするパターンが結構あるんですけど、ここを踏んでるだけだったらまだいいんですけど、ここに縦線とかでピッとこう亀裂が入ってる、革に亀裂が入ってたりすると修理はできるんですけど、基本的にこっち側、アッパーの外側のここに亀裂とかが入ってたりすると、僕ら修理屋として直す提案は上から革当てたりとか、例えばステッチでジグザグに縫ったりとか、そういう感じになるので見た目が結構変わっちゃう修理になるんですよ。なのでこの靴のデザインが気に入って買うのに、かかとのところに革当てるとかなったりしたらちょっと嫌じゃないですか。なので履き口のここに亀裂が入ってないかみたいなのは僕結構注意して購入しております。そしてアッパーの項目の最後、ライニングですね。ライニングって言ったらこの内側の靴の内側のことなんですけど、よくあるのがこのライニングのこのかかと、ちょっとアキレス腱が当たる部分とかですね、ここは擦れたりとか、まあ、それこそ靴べら使ってないとかで革が破れてたりするんですよね。ここは修理ができます。なんですけど交換ってよりは穴が開いてるところに上から革を当てるので、見た目は大きくは変わらないけどちょっと見た目が変わっちゃうっていう感じですね。まあこれだけだったらまだいいんですけど、よく中古靴の本当にめちゃくちゃ古い靴とかサービスシューズとかですごい多い僕印象があるんですけど、なんだろう、2、3年ぐらい前の中古靴とかだったら本当にそんなことになってることってほとんどないんですけど、もう数十年前の中古靴とかでライニング側が長年の乾燥によりめちゃくちゃ乾燥する場合があるんですよ。そうするとこのライニングのステッチがミシン目みたいな感じになってて、ここの革がボロボロになってる場合があるんですよね。これは基本的にはライニングの交換をする修理屋さんってほんと多分限られてくると思います。なのでここのスレ、アキレス腱のところのスレの革当ては結構やってくれる修理屋さん割とどこでもあると思うんですけど、このライニングを全部変えるってなるとかなり大掛かりな作業になるので、金額もだしやってくれる修理屋さんっていうのはかなり限られてくると思います。なので僕もこのライニングもパッキパキに乾燥してるみたいなのは基本的には僕は買わないです。あとはまあライニングつながりなんですけど、足が直接当たる中底って言われるところもですね、この中底もひびがないかどうかっていうのをまあ乗せてる出品者の方もいるので、そういうので中底の状態もチェックできたらします。まあ中底とかまで乗せる人はまあなかなかいないと思うんですけど、チェックできたらします。そうだ、言い忘れてたことがある、クラック、クラックは気をつけて見ておいた方がいいと思います。クラックっていうのはひびですね。よくひびが入りやすい場所で言うと、親指小指を結ぶこの斜めのライン、ボールジョイントとかって言ったりするんですけど、一番この屈曲する部分ですね、ここの部分はかなりひび割れとかをしやすい部分なので、気をつけてひび割れがあるかどうか、クラックがあるかないかどうかっていうのは気をつけて見といた方がいいと思います。クラック修理はですね、ひびが入ってるとこを削ってパテみたいなので埋めて補色したりするっていう修理の仕方か、パッチ、よくチャールズパッチとかって言われたりするんですけど、もうひびが入ってるところにもうがっつり新しい革を当てて修理するっていう方法か、まあジグザグに縫ったりするっていう方法もあるんですけど、なんか、まあ、修理やってる身として言うのはあれなんですけど、なんかどれも微妙なんですよね。なんとなくチャールズパッチに関しては見た目が変わっていいっていう方には別にいいかなと思うんですけど、パッチに関してはどうしても見た目がこう大きく新しく革を当てるんで変わっちゃうので、このデザインが好きで買ったのに見た目が変わるの嫌だなって僕は思うし、まあ、ジグザグに縫うっていうのもやっぱ根本的解決にはなってないと思うんで、どうしても一回ひびが入っちゃってるとジグザグに縫ってもめちゃくちゃ強度が出るかっていうとそうではないと思うし、クラック修理、吸ってパッチみたいなので埋めて補色するみたいな修理やったりする修理屋さん、僕の店は基本的にクラック修理はやってないんですけど、それで
で本当に消えれば、まあ、問題ないかなと思うんですけど、革をこうその深さまで削るっていうのが僕的になんかなと思うので、クラックが入ってる靴は基本的には僕は買わないです。まあ、めちゃくちゃ安くて、それこそなんだろう、作業用で履くみたいな感じで履き分けるんだったら、まあそういうのもいいかなと思うんですけど、クラックがめちゃくちゃ入ってるっていうのは僕は避けます。そんな感じがアッパーですね。続いてソール部門行きましょう。ソールはそんなに項目ないです。僕が見るポイント、まず一つ目、ソールの削れですね。これはでも結構見る方多いんじゃないかなと思います。出品してたりするとよくこういう写真が載ってて、ソールの削れがあるかどうか見る方結構多いと思います。で、僕はまあソールの削れもんなんですけど、ソールの削れでよく見るポイントはリペアしたことがあるかないかっていうのを見ます。純正、例えばまあ、レッドウィングで例えると、レッドウィングのロゴがソールにあるじゃないですか。それがレッドウィング純正のものなのか、それともビブラムで交換してあるものなのかを見たりします。それなんで見るかっていうと、例えばレッドウィングの純正のもの減りがこれぐらいだったら、あ、そんなに履かれてないんだなっていうのがなんとなく推測できる。でもアッパーがすごい綺麗だなと思っても、ソールが例えばオールソールしたことあるって書いてあって、ビブラムのものに変わってるってなると、全然悪くはないんですけど、結構履かれてるんだなっていうので、中底、まあ、グッドイヤーの場合なんですけど、この足が当たる部分が結構その人の足なりに沈み込んでそうだなっていうのがなんとなく推測できるってなると、サイズがちょうどでも足型に沈み込んだらちょっと合いそうにないなみたいなところが推測できるんですよね。まあ、こういうかかと付きのタイプで、かかとが純正のものじゃなくて違うヒールに変わってるとかだったら、そこまでかかとぐらいはそんな何年履いてなくても交換したりすることがあるので、そこはまああんまり気にならないんですけど、オールソールをしてあるかどうか、ソールの削れを見てオールソールしてあるかどうかっていうのはちょっとチェックしてみます。で、さっきも言ったちょっとグッドイヤー、ちょっと初心者の方は難しいかもしれないですけど、グッドイヤーウェルテッド製法っていう靴を購入する場合は、まあ、全部が全部は見れないんですけど、このウェルトっていうところの張り出し加減っていうのを僕は写真でチェックできたらします。そんなに出品者の方に写真こことここ載せてくれっていうわけじゃないんですけど、なんとなくこう全体の写真見た時になんとなくわかるんで、そこでチェックするようにしております。まあ、ここをなんで見るかっていうと、グッドイヤーウェルテッド製法っていうのは、このウェルトっていうところを交換せずにソール交換っていうのを何回かできるように基本的には作ってあるんですよ。でもリペアとかされてあって、コバって言われるこのウェルトの幅がですね、あまりにもリペアでこう削れられすぎてると、購入してオールソールしようかなと思った時に、1回目からリウェルトっていうソール交換の時にプラスだいたい1万円ぐらい乗ってくるので、せっかく安くゲットしてアウトソールだけ買おうかなって思った時にリウェルトって修理屋さんで言われちゃうと一気に金額が上がっちゃうので、そこはチェックするようにしております。まあ、僕はソールはなんかそんな感じですかね。2個ぐらいしかないんですけど、そんな感じです。まあ、なんで正直アッパーとソールって分けたじゃないですか、僕今回で。ソールは割とオールソールで何とでもなることが結構多いんですよ。ソールを変えたら新品みたいになることが多いんで、ソールは僕基本的にあまりそんな重視してないですね。まあ、修理屋だから自分が直せるからっていうのもあるかもしれないですけど、でもアッパーに関して言うと、さっきのこの履き口のところ、直せるけど見た目が変わっちゃったりとか、芯ですね、つま先とかかとの芯材直せるけど高額修理になっちゃったりとかすることが多いんで、そこは注意して見るポイントです。そんな感じで、ちょっと分かりにくかったかなとは思うんですけど、注意するポイント上げてみました。で、ちょっと番外編みたいな感じにはなるんですけど、まあそうやって気をつけるポイントもあるんですけど、単純に僕はパッて中古靴を見て、僕結構レッドウィングが好きなんで、レッドウィングとかをよく検索してみるんですけど、アッパーのこのエイジングが好みかどうかっていうのは結構チェックしてますね。単純に色がなんかこう自分の好みじゃないエイジングとかをしてたりすると、さっきの条件をクリアしててもなんかあまりビビッとこないとかいうのはあります。パッて見た時に、あ、このエイジングめちゃくちゃかっこいいと思ったら、いろんなとこチェックするみたいな感じですかね。まあ一番いいのはやっぱりこうラスタイルみたいなところに行って足入れできるのがやっぱ一番いいですよね。僕がさっき言ったのは見た目とかの問題なので、どうしてもサイズ感っていうのは分からなかったりする部分がかなり多いので、足入れされるのが一番かなと思うんですけど、ネットで買う時はそういう点を注意して、皆さん購入してみてください。まあ大体のね、このモデルはこのサイズっていうのが自分で分かれば、サイズ感は分かって、あとはまあこう表面的なこう見るところでチェックすれば大丈夫かなと思うんですけど、はい、中古靴買うときに気をつけるポイントみたいなのを今日は動画撮ってみました。少しでもいいなと思ったら、皆さんぜひコメントとグッドボタンよろしくお願いします。それではベンジャラン杉でした。ありがとうございました。